はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、久しぶりに、鬼滅の刃モッドを入れてみたんですけど、今回は、はい、こちら、悪魔の実ですね。まあ、まずルフィになります。ルフィになってさらに鬼にもなると、無惨様の血、そして鬼化ルフィで今回海賊王及び、鬼舞辻無惨、まあというかもう全鬼殺隊討伐したいと思います。鬼化だったらかなり強くなるんじゃないかな。でこのなんでこれ、まあ、鬼なのに、まあ、その太陽を克服してるのかっていうと、進捗の方で一応太陽克服っていう進捗があるんですよね。これか、はい、火の呼吸を使用すると太陽の克服ができて、まあ、これによって、まあ、昼間でも、まあ、その鬼の状態になることができます。で、こういう感じで、鬼滅の刃の進捗も達成しつつ、ワンピースの進捗も達成していくという感じで、どうなんかね、なんかすごいモヤモヤついてない、ずっと。あ、違うか、今緊急回避したからか、多分これ消えるよね、多分大丈夫だね。で、一応ここ今のとこが初期リスなんだけど、今回ハードコアではないから、初期リスになんかいろんなのあるな。でしかも一番大きいこれ、ちょっと待ってね、どうしようかな。ダイヤモンド、ダイヤモンド装備でもいいんだけど、今回ね、その鬼滅の刃モッドが入ってるってことで、回復があるんだよ。回復がもらえるから、まだブイッと、はな、なに、あなたなんで襲ってくるの、なんでかしら。まだお昼じゃな、まだ夜じゃないわよ。早いんじゃない、ちょっと気が早い気がするわ。ちょっと待ってね、ロケットでポーンって飛びます。こんにちは。なんだろう、鬼だと雲敵対する、もしかして。それかあれか、家の中だったから夜判定になっちゃってたのかな。ちなみに鬼化だと、暗視いりません。暗視いらないので。すいません、産屋敷さん、ちょっと失礼する。すごい、ダイナミックニュースダイナミックニュースしたかったが、仕方ない。これで行かせてもらうか。で、とりあえず、まあね、ワンピースモッドしか見ていない方のために説明すると、この鬼滅の刃モッドは、まあ、鬼を倒していくとどんどん進捗が上がっていって、これだね。鬼殺隊になって、まあ、水の音とか、まあでも鬼だから、多分進捗は達成することはできません。最初多分鬼殺隊の服を着ると進捗は達成することができるんだけど、それ以外は、進捗達成することができるので強くはなれないんだけど、その代わり、鬼の血を飲むことによって強くなることができます。自分自身はだ、それを使いつつルフィの能力も使って、まあ、どんどん倒していきましょうっていう感じだね。ここに、これ黒曜石確か取れるんだよね、確か。これ、これ確か、壊すと黒曜石になるんだったっけ。まあでもいらないかな。とりあえずちょっと、本棚とか、ちょっといっぱい。で、エンチャントも、忍ぶ、あ、そっか。敵じゃん。やっべえぞ、待って、まずい、ちょっと待って、そっか。そうか、鬼殺隊は私、我鬼なり。ということは、鬼殺隊は敵なり。ってことは、やばいなり。助けてくれなり。やばい、危ないなり。えなりかすき、待って、来るか。来たなりよー、来てるっつー。いけるか。はい、よーし、17かー。まあ、鬼殺隊一人で17だったら、まあ、悪くはないのかな。どうなんだろうね。まあ、とりあえずちょっと、じゃあ今からこの産屋敷邸にあるものを全ていただきましょう。本当はここら辺全部取りたいけどね、もうまっさらにしたいけど、まあ、それはちょっとできないので、本棚だね。本棚と、あとなんだあ、でもあれか、今回エンチャントテーブルもすぐできるんじゃない。そういえば本棚はまず産屋敷邸にあるでしょ。で、そっから、ダイヤモンドはワンピースモッドの海軍のところから、あそこからダイヤモンド全然取れるんですよ。で、さらに黒曜石も、さっきのエン、やっべ、待って、イノスケだ、やっべ、イノスケいた、今イノスケが走ってきてた。待って、これ、そっか、これ、昼間むしろ味方がいないのか、思ったけど、そうか、いや、待って、やばいな、これ、鬼殺隊とか全員敵ってわけでしょ。これ、早めになんとかせねば。で、ごめんなさい、話の途中だったんだけど、
あのシェルズタウンでダイヤモンドゲットできるでしょ。で、産屋敷邸でさっきのエンダーチェストを壊せば黒曜石5個出るから、で、あと本棚は産屋敷邸にあるんで、さらに経験値はこれ、このより一ゼロ式を、まあ、これまだもうちょっとレベル上げたらガトリングとか覚えるから、これをやっていくと、で、経験値ね、1回で10何ぐらい一気に上がるんですよ。だから4体5体ぐらい倒せば経験値30レベルになるんだよね。それを駆使すればいけるのでは。ですか。あー、33の経験値やった。あー、ここにいると無限に経験値がもらえるぞ。みんな宇髄さんだ、ロブラッチと宇髄さんが戦ってる。どっちが勝つ。あ、待って、あれ、近く行った方がいい。どうだ、頑張れロブラッチ頑張れロブラッチ。ここでロブラッチが負けたら俺死ぬぞ。やばい、これやばいか。どうだ、これロブラッチ勝ってくれ。負けたー、ロブラッチ負けたってことは、いや、残り13だって。いけるかな。いける、これ鬼だから襲ってくるはずなんだけど、さっき鬼殺隊襲ってきたもんね。なんで、もしかしてゴム人間だと宇髄さんの剣あの効かないって判定なのか、これもしかして。はい、いくか、うおらー、ブエーイ、ちょっと残り、ちょっと待って、 0. 何も食らわないってどういうことですか。0. 何も食らわないってどういうことなのかな。おかしいね、今のはおかしい、おかしい、待ってくれ、おい、今のはおかしいぞ。なんであんな食らわないんだ、あれ、おかしいぞ、おかしい、今のはおかしいね。ちょっとシャム待っててくれ、まだあのうずいさんがいるかもしれねえが、あ、いるね、おお、ありがとう、いた、おいしょー、あー、129、経験値、おいしいよ。はい、すみません、今ちょっと、鬼の血1個いただきますということで安心つきましょう。いやー、でもよかったね、なんとかレベル、でも経験値、宇髄さん倒して経験値100なんてきつくない思ったけど、そんなにもらえ、なんかもっとなんか1000何ぐらいもらえるかなって、強さ的にはさ、おう、猫ねえ、あの CP0 のロブリッチ倒すぐらいの強さなんだから、もうちょっと会ってくれてもいいんじゃないかなって思っちゃうんだけど。あ、待って、煉獄邸ではこれ、煉獄、めっちゃいいじゃん。え、産屋敷邸の隣に、真隣に煉獄邸、あはー、イエース、羽織ゲットできるぞ、羽織、防御力プラス12にすることができるが、しかし鬼殺隊がいつ潜んでるか分かる、くそ、びっくりした、まずね、本当に今さ、本当にびっくりしたんだから今私ね、え、あなたわかるかしら、今びっくりした気持ち、私の気持ちをもてあそばないで、本当にやめてちょうだい、もうびっくりしたわね今、本当にやだ。ちょっとこれ、この羽織、これよ、これと、これでイエース、プラス12は大きいんじゃない。でさらにエンチャントすることができればかなり強いんで、あ、ちょっと待って、これもゲットしたいな。ちょっとまず石ホリホリしましょう。こうして、オッケー。これで、そうだね、朝にすることができるので、これはちょっと持ち運ぼう。これはすーごいありがたいアイテム。だから夜、ちょっと鬼とか討伐したいなって時に、これを使えばすぐ、夜にすることができると。だから、普段だとね、あのベッドだけみたいな、ベッドだと朝にしかできないけど、来ましたね、さよならさん。やばい、このシーピクルスだっけ、それが、こうなるのも懐かしいな。毎回ここで鉄ブロック取ってさ、この鉄斧と鉄ピッケル作ってたから、ここでなんかシーピクルスってか、あれか、別に鉄斧ダイヤモンド取りに行けばよかったかね、ダイヤモンドの斧とダイヤモンドピッケルも作っちゃえばよかったけど、まあいいか、とりあえずこれでよし。でこれを壊せばおそらく黒曜石にダイヤモンドじゃないとダメ、いや多分鉄でいけるはずだよね、鉄でいけましたね、黒曜石、よし、これで、まあでもあとネザーゲートと、あとあれだ、ネザーゲート作るようにも一、まあでも経験値別にネザーゲートネザーでねえ
別に経験値上げなくてもより1であれだからな、経験値上げれるからな。いたぞ羊だ。よし、これでとりあえずもう初期リスポーンを変えとこう。もうやられる前提で夜挑むぞ。これはもう負ける前提だ。負けてなんとかレベルを上げていくっていう作戦で。ああブチ、もうびっくりするから本当にやめて。この時間帯にね一回攻撃されると危ない。よーし、強パンチはありがたいだし。よしよし、とりあえずちょっと一回また作業だよ。トレングさんないじゃない、ちょっと聞いとるわ。しのぶさんだ。あれさ、さっきうずいさんさ攻撃しなきゃ襲ってこなかったことない？そういえばあれ、重いめっちゃ重い。ちょっと待って、これ一個試したいことがある。うずいさんさっき攻撃しない限り襲ってこなかった。でも鬼殺隊は襲ってきたけど、あのうずいさんは襲ってこなかったんですよ。ってことはしのぶさんも柱は襲ってこないとかある？鬼殺隊は襲ってくるけど柱は襲ってきませんみたいな、ありそう。ちょっと待って、これ一回こうして、しのぶさん、あなたは襲ってきませんよね？襲ってこない。どうもありがとうございます。私鬼なんですけど大丈夫ですか？鬼だよね、鬼化してますよ私。いいんですか？いいんですね、ありがとうございます。やった、許されたよみんな。やったこれ、ちょっと待って、怖がらなくて済むんじゃないこれ。え、めっちゃ大きくないそれは。だとしたら。あ、これ、あれか、オルカ、あ、オルカ様の、あれか。お家か。銀と。銀が来た。なんかできたよ。で、ママ、なんかできたよ、ママ。ママなんか立ったよ。ママ見てよ、なんか立ったよ。びっくりしたよ今。